皆さん、こんにちは。今からあの浄化について、ね、地球の存続は死んだ万象の大調和というようなテーマで少しだけお話をさせていただきたいと思います。皆さんね、タイミングよくこの Facebook のライブを見ていただいている方もいらっしゃるかもしれません。ね、あのやっぱりこのようなお話っていうのは 縁のある方にしかつな,がらないといとうかねなかなかねあのいろんな意味で波動がマッチしないというかそういうふうに思ってますからあの焦らずにとは思いながらですねこの地球を守りたいね宇宙を守りたいっていうようなね大きな、ね、望みというか私の欲ですね。うん 私はそういう体力がありますからそういったことで一人一人にね少しでも伝わっていけたらいいなということで時々このようにあのお話をさせていただいてます昨日ですね火曜日毎週火曜日午後8時半からあの武士の食卓無料ズーム講座っていうのをやっておりましたそして昨日もやってたんですね実はうんしかし30分ぐらい私がその 目に見えない世界の話とか今もこれから話しますけどいろんなことを話しているとガガガガっていうようなこうなんていうのなんていうのなこう映像が映像とかがちょっと変な音がしたりとかガガガガみたいなので、まあ、邪魔されてるっていう言い方おかしいけどそういうのが入ったり昨日はですね突然バーンと消えてしまったんですね。 うん、ですからズームに参加いただいた方々にはとても迷惑をかけたし、うん、あの一旦そのフェイスブックライブでやっていたのも全部削除してあのもう一回ねやり直そうねっていうようなことで参加の皆さんにご了解いただきその後ですねあの参加していただいた方本当に少なかったんですけどとっても笑い話をいっぱいしてですね 30分間ぐらいめちゃくちゃ楽しい時間をね過ごさせていただいたんで私はなんかそれも良かったなぁと思ってとっても幸せでいます本当にあの歌崎さん宮崎さん永田くんねいろいろね私を支えてくださってありがとうございますここで個人名言うのもあれなんですが本当にねあのいつも支えてもらっているメンバーだし大好きなメンバーだし本当にねあの皆さん 私よりも年下なのにねすごい尊敬する頑張っている方々なのでこれからも私には何の力も権力もお金もないけどないけど心を尽くしてですね今言った体力ねこの宇宙地球を守りたいだからやっぱりこの目に見えない世界のことをね 私には感じる降りてくるっていうそういったこともあるので皆さんにお伝えしていきたいと思ってますですから浄化そしてテーマは大調和というようなことになりますねよろしくお願いいたしますはいそして人間は何者なのかっていうこともお話ししていきましょうだって私たち人間っていう肉体を持って生まれているのにこの肉体のことを何も知らないよね もう本子にあの子供の頃から義務教育でも習ってないでしょ。ね、専門的なそのお医者様とか看護婦さんとか、ね、そういった医療従事者になられる方はそういったところで習うかもしれないけど私たち人間やってるのに人間のことを人間の肉体のことを何にも知らないのよ。 うん、自分が病気になって初めてなんか本を開いてみるとかお医者様に教えてもらってあのあなるほどっていうふうにびっくりするようなことが多いんだけどでも全部受け入れでしょ受け入れっていうことはねそれがもしかしたら嘘かもしれない嘘の情報かもしれないし。 ね、本当に真実は何なのかっていうことはやっぱり自分の力であれやこれやと調べながらね賢者の方々に聞きながら自分の何て言うのかなや,やる気じゃないけど思いで本当の真実を知らないととんでもない大変なことになると思うんだよね。でちょっと正直言って本当に今回のいろんな体に毒を入れるようなこともみんな知って 何も調べずにもうみんなこういろんな意味でね国を信じるねあの人を信じるマスコミ信じるテレビ信じる、うん、でそれをやらなきゃね村八分になるような気がして打つのは、まあ、いろんなことあるよね立場もあるし会社だったらそこ絶対やらなきゃいけないとかいろんなことあるけどやっぱり私たちは肉体を持って人間に生まれているんだから人間として自分のことを知りましょうよと。 いうようよなことねそしてあのライフスタイルとかどんなものを食べたらいいのかとかどんなものを食べちゃいけないのかとかどんなものを食べたら病気になるのかとかそういったことも子どもの頃から学校で学び家庭でこう家庭教育だよね食育っていう風になるんでしょうか大人の食育子どもの食育っていうことにもなるんでしょうかそういったことでやっぱりねそういった家族ぐるみでね 大人も子供も一緒になって勉強してこなかったツケが今回ってるんじゃないかなと思ってます。でも私たち責められても困るんですよ。だってそういうふうに社会がさせられていたから、教育で、ね。 教育がおかしいと私は正直思ってますよ。うん、こんなこと喋ってるとまたバーンって止まっちゃうかもしれない。<laughs> 分からないけどな、なんか見えないエネルギーが働くんですよね。でもそれにめげずにあの負けないで頑張ります。本当に体調も悪くなるときもあって、今日はもうずっと浄化の祈りをしてました、正直言って。うん、だけど、本当にそうなんですよ。もうマジでね、あのそういったことを勉強してないのが悪いでしょって言うんじゃないの。ね、やっぱり、 社会がそういうふうにしてやられているから国がある大きな権力を持った方々にうん方々なのか何なのか分かりませんけどそういったことでですねこれはねじゃあ,あのそういった人たちがだんだんいなくなって であのねそういったことでかなりこの地球地球や宇宙も浄化されてそういったね人たちもいなくなったとは言いながらもねたくさん残党が残ってるからねみん,なみんなの人間の心が変わるのはやっぱり長くかかると思う100年もかかるかな100年かかったらもうこの地球どうなるんだろうと思ってちょっと怖いんですけどやっぱりね少しずつこう。 変えていきましょうよ100年も持たなないからなるべく早く早、ねうんそしてですね何て言うのかなこうにあの日本は世界のひな形って言われていたり日本が変われば世界が変わるって言われているのは私はね最初ねああ日本ってすごい国だからすごい精神性のある国だからあ日本人の心がもう一回昔みたいにね もう、もともとの日本人の日本人魂に戻れば世界もね、世界の人たちも日本をこう尊敬している、しているから、 みんな変わってくれるから日本が頑張んなきゃな日本がお手本になって頑張んなきゃいけないのかなって思っていてそして日本は世界のひなだって言われていたのは日本ってやっぱりさすが大和魂武士道ねそういうものがあるからすごい国なんだなってやっぱりかなんて言ってね思っていたのそれが大間違いでした逆でしたもう日本は世界のひなっていう意味は本当にもう もう悪で染められている、ね、本当に闇が深い、世界の闇の収縮、こう凝縮されたのが日本であり、日本が変われば世界が変わるっていうのは、日本は最後に変わるから、日本なんて最後だから、ね、日本が最後っていうことは、日本が変わったら全部変わるよね、世界が変わるよね、そういう意味なんですよ。だから日本は一番闇が深い。 ね、そして立ち直るのも本当に私たち一人一人心がもう一回、ね、あの気づきそして改心、ね、しなければこの国はもう闇で葬られてしまうでしょうというか乗っ取られてしまうというかうまく利用もうね私もね子供がいるからね本当にねもう嫌なんだよそういうの。もう本当にこの国をよ 子供たちっていうかね次世代がねやっぱり幸せになってほしいし夢を持ってほしいし希望を持ってほしいし今見てごらんよ若い人たちが結婚もできない子供も産めないんだよ、うん、だって条件が合わないからうんいや結婚が幸せとか子供を産むのが幸せって言ってるわけではなくてそういう家庭ももう全部崩壊されているしもちろん各家族 がもう全部してやられたようなももののでであるのでもちろん食文化も崩されもう全部やられてます全部、うん、だからもう一回ねあのこう嘘で固められたね本当にこの国を闇で固められたねそういった ね、この国の動き、政治とか経済とか資本主義とかピラミッド社会とか、ね、勝ち負けとか、ね、勝ち組負け組って昔流行ったじゃないですか、そういう本も売れたし、今思ったら本当にね、もうね、情けないなと思います。もうね、地球人っていうのはですね、冷静の高い宇宙人から見ると、本当に家畜のようなものですよ。本当に冷静が低い、愚民ですね。 うん、私たちそれに気づきませんかそろそろもう愚民なんですよ宇宙人から見たら素晴らしい冷静の高い善意のある素晴らしいねみんなで助け合いながら生きているような宇宙人から見たら人間っていうのはずっと戦争してるんですずっとねそして同じ兄弟同士で喧嘩している奪い合いしているね殺し合いしているそういう民族なんですようーん え、ね、本当に動物もね殺しね植物も殺し死んだ万象自然を全部破壊してうん言ったらキリがないもう今なんてさ放浪に食べましょうって言われてんだよもうありえないよもうこの国終わってます。 本当に終わってます。うん。だからね、ちょっとね、頑張ろうよ、みんなね。聞いてくれてる人、何人いるかな一人かな二人かな聞いてくれてたらありがとう。ぜひね、このことをね、皆さんに伝えてください。で、私は職医という仕事をしてます。職医ってね、これもね、戦,あの戦争で負けたから、GHQ によって消された職業です。うん。ね、だって西洋医学入ってきて、職医なんて言ったら邪魔だもん,、うん。だって洗脳できないから。 ね、なぜかというと職位はどんなことをやっていたのかというとまずは、ね、食べることで体を治す癒すす、ね、そしてもお殿様に使えていたんですよ食べることで体を治す癒すす、ね、それと祈りによって神官とか巫女のような役目だったから祈りによって もちろんすべての浄化、この土地の浄化、人の浄化、病気の浄化、心の浄化、全部やってます。それとここにどんなものを植えればいいかとか、ね、薬草園はここ,にこの地場のいいところのここに作ればいいとか、そういう風水師のような役目もやっていて、もう絶対に必要な職業だったのを一番先に全部殺されました。ね、あの資料も全部焼,焼き滅ぼされるっていうかね。 本当,そう本当なんですよ、みんな知らなかったでしょ、職位なんて。漢方医とか医者は知ってるよね、うん。だけど、本当にこういう職業がずっとあったんです、徳川の時代まで。五天意っていう人の中にも、職位っていう部門があったんです、漢方医の中でも、ね。だから、本当にもう一回ね、ちょっとねあの、日本やり直しませんか、みんなで。 ちょっと頑張ろうよもう私が一人でここでね叫んでても何の力もないな <laughs> 残念だけどなんかもう嫌になっちゃうけどでも頑張ります。はいということで私の紹介は今言ったように私の先祖は加賀前田家の職位でした。そして あの神官や巫女のような役で祈りによってね、浄化をし、みんなの心と体を癒してました。全ての浄化、祈りによってやってました。神と交信しながらということ。この見えない世界のことを言うと、なんかみんな怪しいとか、パーッと引いていく人とか、なんか姫野さん変なこと言い出したとかね、今までだってそんなこと言わなかったもん、言えなかったの。今、時代が変わったし、波動が変わってきたし、だん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 。 言えるようになったからここ数ヶ月前からですよ半年か1年ぐらい前からですよそういうことを言い出してるの、うん、今までそんなこと一言も言わなかったですよ、うん、言ったら邪魔されるから、うん、だから私はコツ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 と自分の今やるべきことをやってきましたでもそろそろ時が来たと思ってます私の役目の、うん、だからそういった職位っていう育成もこれからしていくので そういういい講座も開いてきますまた皆さんにねご報告しますねどういう状態でやっていくかということねそして今日は祈りというテーマでお話ししますからまず私はあの今ですねあの神宮前っていう都心にいたんですけど去年の9月20日にこの平王堀之内っていうねあの,あの堀之内っていうちょっと里山の麓 もう後ろは山です。田畑がいっぱいというか畑だらけです。そして竹林だらけです。そしてそこで私はですね、あの畑もやりながら、ね、いろんな専門家の方に教えていただきながら、おじいちゃん、おばあちゃんのお世話になりながらですね、竹炭作ってます。ここに写真に出てますよね、竹炭も作ってます。八王子のね、そういったこの市の運営するような竹林とその窯でね、やってます。 えっと、先週の土曜日火、うん、入れをしてきました、うん。やってます。今週の土曜日はね、じゃがいもの,あの種付けというかね、あの種植えなんでね、それをね、楽しみにしてるんですけどね、やってきました。で、浄化をする祈りの時に必要としているものは、この竹炭とこの天然塩を必要としています。別になくてもいいんですよ、別になくても全然いいの。でも私はですね、やっぱりいろんな意味で浄化というものの、 できるだけパワーをアップしたいというような思いでですね うちへ来たら分かります。もう竹炭だらけ。あっちこっちに全部竹炭置いてあります。なんか花粉症なのかななんか鼻ぐずぐずしてきたね。うん。あの、とにかく竹炭を玄関、冷蔵庫、ね、ベッドの両端、ね、部屋の四隅、すべてに置いて浄化のために竹炭置いてます。そしてお祈りするときには天然塩。天然の塩あるでしょ。私は金沢出身なので、能登塩をね。 うん、あのいくつも買ってきてお祈りする時に,あの胸,に当てて胸に当てて祈ってますそして多分何かがうわっと来た時ちょっと霊媒体質みたいなところがあるから来た時に、うん、やっぱりちょっとかなり重たいものを背負ってる人の浄化をしたりとか話を聞いたりした時はかぶるんでね肩に来たり背中に来たりするんです。 うん、だからそこであの死をこうやって肩に両肩に置いて祈ったり寝転がってチャクラに当てたりそういったことをしながら祈ってます、うん、だからこれは一つのねなんか子供と思った方がいいかなまあ必要とするならば皆さんあったらいいかなと思うだけの話ですね、うん、それで職位とは何をしているのっていうことで毎日の祈りと大浄化をしてます私毎日やってます どんなに忙しくても朝早く出かけるときでも1時間早く起きてやってます。そしてあの夜寝る前に眠たくてしょうがないときはね本当に5分10分で終わるんだけれども時間と余裕があったら1時間ぐらいかけてしっかり祈ってます。何を祈ってるのかというとね、平和の祈りですね、これは当たり前です、すべての平和の祈り。 全存在のすべてのと和の幸せを心の底からお祈りいたします。ということで、すべての平和の安寧の世界の平和の安寧を祈ってます。そして、死んだ万象の神々。神様って死んだ万象の自然の神々だから。ね。うん。ね。神様って光だから見えないし。ね。そういったことでエネルギーだから。うん。そういったこと。それとですね、朝起きたら、 動いてる、体が動いてる、呼吸ができてる、眠れた、呼吸ができてる、体が動いてるっていうことで、体様、さっき言ったよね、人間は肉体を持って、肉体を持った人間やってるのに、肉体のことを何も知らないっていうことで勉強しようねって言ったじゃない、うん、だからその肉体への大感謝です。肉体へ、もう肉体様ありがとうございます。だってこの肉体は神様からの借りたものなんですよ。私は心を持っているから、 魂御霊ですよね私はそれなのこう。肉体は借りてきたんですよ。うん、だから肉体は心の入れ物。心イコール私。肉体イコールお借り物。神様のから借りてきたもの。うん、だから亡くなっても、体が亡くなってもね。うん 魂は残ってるででしょ、ね、輪廻転生ですから、ね、だからそういった意味で肉体への大感謝そして今日も食べられるね生きてられる全てにおいて大感謝だって布団の中で眠れるって ありがたいよね。私、昔、ホームレスしてたことあるんですよ、実は。でね、今度ね、お友達、ホームレス仲間とね、みんなでね、大打算会って、何、自慢大会やろうかなと思ってますよ。めちゃ面白いですから。みんな頑張ってるよ。やっぱり、そういう経験するとね、立ち上がる、立ち上がる力も大きいし、もうなんか、ちっちゃいことでへこたれないね。うん。まあ、ちょっと話がそれました。ということで、肉体の健康の,の祈りね、 うん、私ののの肉体の健康の祈りをしてますね修繕修復回復調整バランス強化、ね、そしてリンパを流してくださいホルモンバランスをと整えてくださいということで神様に私の健康をお,、ね、お祈りしていますそして心の浄化の祈りですね私の中の、ね、心の中の陰心やみ心邪心マシン妊娠やみ心邪神マシン どういうことかというと、陰の心、陰のエネルギーを天に上げる、浄化する。ねあの私の中の陰心やみ心、邪神,魔神、マシン、どうぞ、昇天していただき、光と安寧の世界で幸せになってください。っていうその私の中に何かひょこっと入ってきた、もしかしたら前世かもしれない。そういったものをですね上に上がっていただいて、成仏してもらう。ね、うん でもね、何度もね、毎日これね、毎日やらないとまた降りてくるんですよ、うん。降りてくるんですよ。自分が引っ張ってくるわけでもないけど、やっぱり毎日生きていて、人にも合ってるし、ね道歩いてるしいろんなものと出会うから、目に見えないものなんていっぱいありますからね。うん、そういったものがで やっぱりこう毎日仕事をしてたり人と話したりいろんなことをするから毎日浄化は必要なんですねだから毎日なんですこれ日課としてくださいご飯食べたり歯磨きするようにねお風呂に入ったりねだって歯磨きするじゃないですかあれ口の中を浄化してるでしょねだから心の浄化も毎日やるのは当たり前じゃないですかそれを当たり前にするっていう教育も全部消されてますねねそして家族の あの家族の健康とかね先祖の浄化ね前世の浄化昇天していただくための祈りねそして未成仏の霊人霊人って亡くなった方々私の知らない人たちですよいっぱいいるわけよいっぱいいる未成仏だって成仏してないからもう500万人に1人しか成仏できないって言われてるぐらい成仏ってできないらしいです。 うん、だから本当に未成仏の霊人への浄化の祈りですね、うん、いろんな意味でねいろんな意味でねこうなんていうのかな無念を持って亡くなった方っていっぱいいるからね、うん、だからそういった方々がなんかひょこんと入ってくるんですよそうするとやっぱりね助けてくれって入ってくるのだからそういった方々に天国に上がってもらう神様のもとに戻ってもらうっていうことそういう祈りもやってますね憑依令もあるよね いろんな意味でね。あと、さっき言ったように、自分の中の陰娠の浄化、ね。これ大事ですよ、本当に私なんてめちゃめちゃ性格悪いから、本当に悪いから。で私、会った人にね、もう前世よっぽど悪いことやってんだなと思うくらい、私なんてね、誰かに会ったら必ず先に前世でごめんなさいって謝れって言われてるくらいだからね。うん、だからね、もう前世、何やってきたんだろう、いっぱい人も殺してるし、いっぱい人に嫌なことやったり、悪いこともやってるんでしょう。 でも500回ぐらい生まれ変わってるからそればっかりではないですよ。うん。なんかいろんなことやってるみたいね。うん。いろんな意味でね、こういうおしゃべりがしたい人、私に連絡ちょうだい。どっかでお茶しましょう。ね。そしてうちに遊びに来てもらってもいいし、命と食の勉強会、毎月第1日曜日午後2時から食事付きでやってますから、そちらに来ていただいてもいいし、仲間がいるから、うん、楽しいですよ。そういったことをやってます。ということでね、高次元の祈り。 これです。ね。全存在の、ね。手を合わせましょうか。胸に手を当ててもいいですよ。一緒に言いませんか全存在のすべてのとはの幸せを心の底からお祈り申し上げます。ね。これを聞いてくださっている皆さんにも一生懸命今波動を送りました。ね。あの、 素直に聞いてくださるといい,いいんだよね。なんか本当かなとか、なんか大丈夫かなって思っていたらもうそこでつながらないから、ね、素直に聞いてください。うん。私も性格悪いから最初はなかなか素直じゃなくてね。ね、本当にね。うん。なんだかんだと言いながら、うん、素直じゃなかったです。うん。今ちょっとだいぶ素直になりましたよ。はい。ということでですね、浄化について純真な心でということで、 ね、命は永遠である、さっき言ったよね命は永遠であるからこの体は借り物ですからね私は今回この顔、この肉体、この体型、うん、いろんなもの、ね、この目とか鼻とか口とか、うん、それを 持って、お借りして生まれてきて、魂磨きのためにこのように生まれてます。一生懸命魂磨いてます。さっき言ったよね、もうホームレスもやるぐらいどん底行きましたし、今もどん底ですよ。まあ、た大して変わんないですよ、うん。あとですね、本当にね、ね子供たちのこと、家族のこと、ねもちろん恋人のこと、夫のこと、いろんなことあります。もう おそらくね皆さん、私のことをね、多分勘違いしてると思う、なんか幸せそうに見えたり、お金持ちそうに見えたり、なんか、なんも苦労せずにここまで来たように見えたり、もう真逆ですからね、そんな簡単にね、人は生きてないですよ。もう本当に、うん、だからね、あのいろんな意味でね、私も家庭にも恵まれたかなと思ったらそうでもないし、ね、お金には恵まれないし。 騙されてばっかりだしあ私の性格が悪いから妊娠だから妊娠の人を呼び寄せるから、ね、詐欺師も寄ってくるし悪い男も寄ってくるしもうそんなのだらけですよ、うん、だけどようやく気づいてきました60過ぎてもっと早く気づきたかったのそしたら私はどんなに幸せな人生だったのと思うよ思うけど私それを選んで生まれてきてるからねそうやって魂を磨けと。 いうようよに生まれてきてきるからだから私は今回はねお金にはまず縁がないね男運も悪いかもしんないごめんなさいねパパごめんね <laughs> 男運も悪いね友達はいないあでも最近いるいる大丈夫うんね,ね同性には怖がられるというか好かれないかもしれないなんか言われたそうやってなんか昨日のねズームでね「みやさん怖いから」って言われた。 私怖くないよ。私みたいな優しい人いないですよ。みんな何考えてるんだって思うけど。本当に私優しいですよね。うん。だけどね、なんかね、怖いからとかって言われたりね、本当にね、よっぽど私印象悪いんだな、みんなの。うん。まあいいや、それは。まあとにかくね、あの、そういうことなんですよ。うん。だからね、もう命は永遠です。ね、因果応報怖いよ。因果応報って、悪因悪が全員全が。 悪意悪がですよ。人に悪いことしたら100倍返しで返ってくるからね。これね、私自分で人生経験してるから、本当にそうです。人を騙したら100倍の,100倍の金額で騙されてます、はいね。いいことをしたらいいこと返ってくるって、私何とか頑張っていいこともしようと一生懸命やってます。そしたらね、たくさんの人たちに救われてます。私の座右の銘、ここで本当にね、正直な座右の銘を言いますね。 遠くの親戚より近くの他人。これですよ、私。みんなかっこいい座右の目言うじゃないですか。なんかめちゃくちゃかっこいいこと言うじゃないですか。私なんか本当に血に足ついてますよ、これ。ね、遠くの親戚より近くの他人。私は遠くの親戚や親や兄弟に、そんなにす、ね、私家でもしてるし、ね、あの、離婚もしてるし、ね、子供とも離れてるし、ね、もうボロクソの女ですよ。 うん、だからね、もう親とか兄弟にはもうもう感動されてるような状態ですよ。特に兄貴にはね。兄貴聞いてたらごめんなさい。もうだからね、あの、あれですね、うん、あの悪品悪がなんてもろ受けてますね、これね。うん、でも全員全雅で、これからこの年になったけど、やっぱりね、全員全雅ということで、改心して、私はこれから本当に、 頑張っていこうと思う。そして先祖から受け継いでいるこの仕事も頑張っていこうと思う。63になってようやく気づいたんですよ。うん、だから一生懸命みんな一緒に頑張ろうよ。本当にお願い。一緒に頑張ろう。ぜ、ね、ひね、私と一緒にお茶でもしませんか怖くないから。ね、お願いします。ということで、うん、あとはねあの、浄化の祈りはねあの、病気の祈りがあるんですよ。うん あの病気には病気と病態っていうのがあって病気っていうのは心です心の病ねねでも心が病んでから病態になるの体がだから病態になっちゃったら大変よねうんがんとか不治の病とかそういうことね、うん、でもね祈りによってね生き物だから神様が作っている命のある生き物なんですよ菌とかウイルスもそれもね浄化してもらうの ね、天に上がっっててもらうんですすそれやってます私だからここでは言えないですけどいろんな病気治しのお手伝いもしてます。で自分の病気もがんも祈りによって治してます。ステージ4でした。治してますね。そして虫歯だってね歯周病菌ね虫歯の歯茎の、ね、あれだってね祈って治してるしコロナも祈って治してるし。 ね症状は出ますけどね、まあ、こんな話すると、まあ、まったや怪しいこと言ってると思うから、もうこれ以上言いませんけど、興味のある人は、私にまたメッセージくれたら嬉しいなと思ってます。あと、心身の病はね、ねこれ時間かかるのものすごい。もううつ病とかね、自殺願望とかね、そういう人いっぱいいる、いっぱいいます、うちにもいますよ。うんだけどね、あのこれ、時間かかるんですよ。毎日降りてくるから、毎日、毎日。 先祖の助けてくれとかねいろんな表異霊が助けてくれとか動物例とか虫とか宇宙の霊もありますよもう助けてくれってくるし心がね寂しいと思ったら寂しい霊人成仏していない寂しいっていう人を呼んでくるし自殺したいっていう人は自殺した人たちみんな呼んでくるからいつもいつもあげなきゃいけないから本人が祈らないとダメなんですいくらね 誰かに、例えば、いくら遠隔で私やるからねって言ったって、全然全然上がりますけど、本人と共に一緒にやるのが一番最強の、あの、なんていう、質の高い祈りになりますから、そこのところね、みんな間違えてね、みんなね、ひみやさんにやってくれるからとかね、遠隔でやってくださいとかね、お手当てしてとかね、もうね、もうみんな人に頼るんだよ。ダメだよ、人に頼ったら、自分でやれよ。 本当に自分でね、あこんなこと言うから怖いって言われるね。自分で素直な気持ちになって神様を信じて、全存在の全ての永遠の幸せを心の底よりお祈り申し上げますって、純粋気持ちで言ってください。幸せになりますよ、運も良くなるよ。だって自分が良心のエネルギーで、例えばマイナス50とか100とかの陰のエネルギーでズドーンと下がってたら、 祈りによって、プラス200のエネルギーが来る。プラス300、プラス1000かもしれない。そしたら、ものすごい運が良くなるし、病気も治るし、変なやつも来ないし、全部弾くし。ね、言ってる意味わかるかなうん。だから、毎日毎日外に出て、いろんな人と会ったり、都会なんか特にです。私、都心出るとね、ほっとヘトヘトになるんだよ。昨日も出たんだよ。もう肩は凝るしね、なんかね、本当に疲れる。 疲れます今ここ里山だからね今夕日沈むの綺麗だよ本当に竹,竹林にいっぱい夕日沈む姿見て昨日の満月もね眺めてね本当にねこの里山っていいとこだよ今日も土の上を歩きましたよ都心の皆さん土の上歩いてますかもうだめだよ神様とつながらないからあこんなこと言ったらまた怒られちゃうねごめんなさい、うん、どこでもいいから純真な気持ちになって祈ってください うん、そう祈ることね心身の病はね時間がかかるけど毎日自分で改心して心の病になるっていうのは自分にえ自分に原因があるんだよちょっと嫌なこと言うけど悪因悪骸だからね自分の心に原因あるんだよもしかしたら前世かもしれない先祖かもしれない分、うん、かんないけど全部つながってるから、うん、だから自分で気づいたら ね、ああそっかと思ってあの自分あなたが悪いって言ってんじゃないのよ。うん本当にあ,のありがとうございます。神様ありがとうございます。今日も元気でね命をいただいてありがとうございますっていう光のエネルギー光ね高次元の純真な祈りのエネルギーをあげてください。必ずね必ずね光は見えてきます、うん。ということです。ねなんかいろいろ喋っちゃったなごめんね。ということで。 今からお話しすることを結論からっていうふうな画面が出てきましたけど私ね今日30分ぐらいでやめようかなと思ってたからちょっとこれからねお話しするのやめますだけど結論だけ言いますね時代は物欲の時代から精神精神世界の時代へとすでにすでにシフトしてますね土の時代から風の時代に移ったよってなんか去年とかおととしとか大騒ぎしてましたねみんなねうん。 ね、なかなかそのことに気づかないのが人間です。私もね、一生懸命祈ってるの。うん、そしてね、火付神事でも神様の言葉で言われているのは、神一輪の法則、神一輪って言われているの。ね、千人に一人、一万人に一人でもこのことが分かったら、ゴロッと世の中が変わるよ、その人のエネルギーで、ゴロッと変わるよ、変わるんだよって言われています。うん もうそういう日が来るとも言われてるし、もう来たとも言われてる。だけど世の中見てくださいよ。変わってますか変わってないよ。本当にさっき言ったように、日本人が一番闇が深いから、一番日本は最後だよって。神様、一番日本が最後だよって。助けるのは最後だよって言われてる。うん、だからみんな頑張ろうよ。もう何度も言ってる。もう気づこうよ。ね。うん。ということで。 長く長く続いてきたピラミッド型の社会体制、資本主義体制ですり込まれてきた洗脳の欲、勝ち負けの世界からなかなか抜け出せない。うん、自分さえ良ければ、自分の家族さえ良ければ、自分の子供さえ良ければという考え方が差別を生んで、この今の世の中を作って、みんな若い人たちがね、奴隷になって働いて、精神を病んで、うつ病になって自殺して、もう、もう、 被害受けてるのは若い子たちだよ。もう大人たち頑張ろうよ。本当に。ということで、ちょっとね、あんまりね、ちょっとテンション上がってきたから、この辺でやめます。はい。ということでね、精神世界へとシフトをしてきてるので、みんなで助け合っていこうよ。みんなで浄化しようよ。自分の心の中の汚いもの。ね。浄化しようよっていうことで、浄化のやり方とかいろんなことを教えてます。教えるんじゃないな。教えるんじゃない。ごめん。神様すいません。上から目線ではなく。 みんなで分かち合う、伝え合おうよということなんですね。だから私は職位っていうのを、先ほど言ったように、講座として皆さんに食の勉強を、食のことも教えますし、祈りのことも教えますし、大調和っていうことはどんなことなのかっていうことも教えますし、それを次世代にどん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 つなげていって、この国を良くしたいと、この世界を良くしたい。でも私、やっぱり日本人だから、この国良くなってほしいですよ。 うんね、やっぱり日本って素敵な国だし。ねうん、というようなことです、うん。そういうようなことです。はい、ということでですね、あのいろんな意味で、うん、頑張ろう、ね。今ここに書いてあるお話は長くなるんでまた今度にします、ねあの。気が向いたら時々こうやって喋ってますから皆さん聞いてください。ね、というようなことで、ね、だけどね、地球星人は48億人いてね 宇宙には2820億の宇宙人がいるんだよ。宇宙人、宇宙,宇宙人ってね、体がないから、霊体だけだから、エネルギー体ですね。地球だけで、地球星人だけですよ、肉体があるのは。うん。まあ、そういうようなお話も、これからね、していきますね。ということで、今日はね、もうやめようと思います。ちょっとね、あんまり熱が入るとね、本当に何言い出すかわかんないから、またね、なんかガガガガガって言ってね、 邪魔が入ったり、私の体が具合悪くなったりするんで、ここでやめます。はい、ということで、今日は皆さんどうもありがとうございました。また頑張ろうね、頑張ろうね、絶対頑張ろうね。ということで、よろしくお願いします。はい、それでは退出します。皆さん、またどうぞよろしくお願いします。毎週火曜日、午後8時からね、ね武士の食卓無料ズーム講座やってます。ぜひ皆さん入ってください。はい、失礼します。